29日、イオンタウン有松の会場では、去年6月20日までに2回目のワクチンを打った医療従事者や高齢者を対象に3回目の接種が行われました。名古屋市では感染の急拡大を受け、接種券の発送を前倒ししたため、接種できる対象者が当初の予定より増えたということです。ね、増えてきたからね、コロナのことが。だから心配ですから、はい、受けましたよ、素直に。集団接種会場では、1月はファイザー社、2月と3月はモデルナ社のワクチンを使用する予定だということです。名古屋市では早めの接種を呼びかけており、接種券が届いた人などから順次コールセンターなどで予約を受け付けています。